斉藤光希、今年のパフォーマンス非常にまたガンバ大阪に新しい風を吹き込んでくれそうです、まあ、攻撃の形の中で変化をつけれるような立ち位置であったりというところは取れてますから、本当にできないことが、まあ、たくさんあるという中での、はい、まあ、勝利を積み重ねてきているというところですね、厳しいやりくりになっていると思いますが、まあ、かなり予想していた以上に早めのこの怪我人が出てしまっ て、はい、チームのやりくりは難しいと思いますけど、さあ特にガンバ大阪の立ち位置ですが、あと4-2-2 のフォーメーションの立ち位置です。とにかく強いガンバを取り戻すということで、片野坂監督がグランピーの佐々木です。鹿島戦で早くもゴールを決めました。レアンドロを落として立って入れました。やはりあの脇坂選手、まあ、チャナティック選手、ここは少しためを作って山本が右に展開します。立花田、谷口下がってチャナティップが受けます。中に切れ込んでシュート、こぼれ球、強いシュートは打てませんでした。レアンドロ・ダミアン、これを取った、斉藤光希ボールを奪いました。タイミングあればっていう攻撃参加っていうところは狙ってますし、まあ、こういうトランジション3人目の川崎です。中を横パス下げさせるでは非常にいいポジション取りはなってますよね、はい、ここ斉藤、倉田、それから山本のワンタッチ、高尾、ここをしっかりとボールを奪いました。川崎フロンターレです。前横パス入れて脇坂、チャナティップ、短いパスコントロールして横に入れる、前で奪った川崎フロンターレ、チャナティップには通らず、三浦が今ニアに動いてきましたが、ちょっと変化をしたところ、庄司入れてきてヘディング、中に入って、深いところえぐった、マイナスのパス、トラップして後ろからシュート、枠にはいかず、手をかわしたりなすのがうまい川崎フロンターレ。それだけに梶さん今おっしゃったように、やはりこう圧力の谷口、ヘディングを落として。チャナティップから遠野、三浦がつく、チャナティップから打ち、クロスを入れてきました、触ればというところです。跳ね返ったボールをレアンドロ・ダミアンを落として、そしてコントロールした遠野、かわすシュート、中盤のラインを通過して最終ラインにアタックできる状態でしたから、まあ、どうしてもチームに合わせようという意識が強すぎた、でようやくこう自分早いリスタートをしています。チャンティップからヨーパロップルを拾います。牧坂のパスから佐々木、縦入れてチャナティップ、ここ2人で囲いますが、うまく狭いところ、佐々木から立花だ、まあ、あとはこういうところですよね、はい、サイドで起点を作れ、キーパーの石川真理です。チャナティップが取ります。牧坂、佐々木が入れます。チャナティップ、レアンドロ・ダミアン、ここを宇佐美が、まあ、サイドから侵入して、まあ、最後佐々木選手から山根選手へのボールっていうところ、佐々木が落としてチャナティップがここにいました。サイドでポイント、ゴールを脅かされるようなプレーまではなかなか行かせてませんのでね、はい、もここはいいところで受けました。遠野、山根、前でレアンドロ・ダミアン、浮き球出してきた、知念、マイナスのパスから脇坂というところ、はい、ワンタッチ、高尾、いや面白い、後ろからシュート、やばっ、ね、小野選手、小野選手の、はい、はい、ワンツーというところは非常に効いたと、スペースへ出した斉藤光希、谷口行く、小野瀬、中に山本、小野瀬のシュート、ニアを狙います。まあ、昨シーズンは役割どころでサイドバックなどもやりましたので、胸を落として遠野の左足、もう一度遠野拾った、横に入れる、今かわして山根、サイドバックが厚みを作ってますよね。3本目コーナーキック、ニアに山村、
ャナティップに入るところ高尾が追いかけます。チャナティップうまくかわしながらボールを隠しながらうまくすり抜けます、うん、チャナティップスペースへ出す遠野追いつけばチャンスになるが、うん、中入れたレアンドロ・ダミアン、はい、そして41分このチャナティップのねいやこの圧巻のキープ力ですよね、はい、もう2人いってますけども高崎フロンターレチャナティップがお膳ここもかわした知念シュートを狙う石川、リーグでは川崎が4連勝中王子戦は6連勝中というこのカードです。川崎フロンターレ奪ってチャナティップ人がかかっているのかというイメージが大事ですよね、はい、チャナティップ縦に早く入れました。まあ、攻撃の進化がありますから、うん、そこへ向けてのところもあるでしょう。そうですね。ここで笛が鳴りました。前半は1対0後半の45分キックオフ宇佐美が、まあ、浦和戦でも見せたここは谷口が関与しました。そしてチャナティックはサイドを変えます。に山根右横の山根です。まあ、そういえば湘南では山根と斉藤瑞希も一緒にプレーしてますからね。谷口チャラティップこう今ボールをトラップ流れるところ脇坂拾う脇坂クロスボールファーへトラップして落としてレアンドロ・ダミアンゴール前粘りました。さあ畳みかける川崎フロンターレ山根チャラティップから東野佐々木が上がるレアンドロ・ダミアン東野中に入る横パス知念知念のシュートディレクションチャナティップから脇坂スチャーを宇佐美はしました。うーん足ですかね今しましたからね出しましたからここで胸トラップしてああ自らですねこれねうーん筋肉系なのか東のチャナティップとこの3人を変えます。そしてレアンドロ・ダミアンクロス入れてレアンドロ・ダミアン触ればというところです。レオパス山根山根のクロスボール山村長いボール入れてきた胸トラップ知念が流して小林ゴール前形になってますね、はい、塚が蹴ってニアです小塚運ぶ運ぶファーを見ていましたワントラップしてシュート同点雨を作りながら左の宮城選手でした、まあ、ここキックフェイント使ってニアをシセジョンのパス中に入る左足で狙ってきた山見が開いてクロスボールが入ってくるパトリック逆サイドを見ていました山根縦から入れてきましたが石川です小林のクロスボールヘディングシュートポスト小林こぼれ球拾う家永アウトで出して中に入ってきた小塚ハンドですかね山村クロスをシンプルヘディングでヘディングシュートはワンバウンドレアンド見逃しませんでしたもうちょっと気づいてなかったですからねいますよね石川選手気づいてなかったですね、